2回の裏が始まっています。東京ドーム、先頭バッター、昨日逆転のバックスクリーンへスリーランホームラン、長野から。初球ストライクで2球目を待ちます。吉村さん、昨日のホームランはすごかったですね。そうですね、高めのスライダーだったんですけどもね、強引に行かなずセンター中心に打ち返したっていうのはね、もう素晴らしいバッティングにつながったんじゃないでしょうか。あたりは吉村さん、かなりシュートを投げ込んできましたが、今はカーブですね、4球目はね。そうですね、これ、点差がですね、3点差ありますよね、はい、あの谷繁のリードの中に、その余裕を感じるリードができるということが、そうですか、あのこういうカーブを1球挟んできたりという形ができるんですよね。まあ、もしホームランを取れてもソロホームラン1点であると。そうですね、あとは次にランナーを背負った時に、その配球が生きるというようなね、ことをトータルで考えていると思いますね。叩きつけた、センターに抜けるかどうか、ショートをうまく取ったが、吉川一塁セーフ、内野安打、ノーアウトでジャイアンツはランナーが出ました。ジャイアンツ初ヒット、最後ちょっとバウンドが弾みました。まあ、吉村さんもセンター返しというね、緩いボールを叩きつけるような形になりましたが ね、そうですね、とにかくこういうような形でどんどん攻撃的にいって、ランナーを貯めていくということが大事でしょう。